ジョーン・チャンドス・スバイズはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。フォークロックの早々期から今なお第一線で活動し続けている女性音楽アーティストの第一人者。キャリアは60年にも及びフォーク界に多大な足跡を残した。2017年ロックの殿堂入り。名前はバイズ、バズと表記する方が近い。 1963年ニューヨーク州のスタテン島にてメキシコ系の家に生まれる。彼女の一家はクエーカー教徒であった。父親のアルバートは物理学者であり、軍事産業への協力を拒否し、それ、妹のミミファリーニャもフォーク歌手であった。歌手としての経歴は1959年のニューポートフォークフェスティバルから始まった。1960年10月、 ファーストアルバム、ジョーン・バイズを、ヴァンガードレコードから発売。同作は、ドナドナ、朝日の当たる家などトラディショナルのフォークバラアート、ブルースとアイカが、彼女自身のギターによって演奏されたものであった。1961年9月発売の、ジョーン・バイズボリュームには、ゴールドアルバムとなり、翌年リリースされた、ジョーン・バイズ・イン・コンサートも、同じく、ゴールドアルバムを獲得した。バイズは、 1960年代初頭から中期にかけて、アメリカにおける、ルーツリバイバルの先頭に立ち、自らの聴衆に対し、ブレーク前のボブ・ディランを紹介し、また多くのアーティストは彼女を模倣した。1968年12月、ディランの作品のみを歌った2枚組のアルバム、Any Day Now を発表。シングルカットされた、Love is Just a Four Letter Word は、 バイズのコンサートの定番曲の一つとなった。1969年、ウッドストックフェスティバルに出演。2010年3月、スペイン政府より芸術文学の勲章を受訓し、イクセランティソマセイニオラの称号を得る。2017年、ロックの伝道入りを果たす。2018年、10年ぶりのアルバム、ホイッスルダウンザ・ウィンドウをリリース。この作品と、 それに伴うワールドツアーが最後になると明言し、第一戦からの引退を表明した。ありがとうございます。